キュアステーションの事前準備についてご説明します。 SIM カードの挿入口は本体背面左側です。 SIM カードの切り欠け部分を表示に合わせ、金属部分を下にしてカチッと音がするまで差し込みます。電源を入れる際は AC アダプターの DC プラグを接続端子に差し込み、電源プラグをコンセントにつなぎます。電源ボタンは本体背面右のボタンです。電源ボタンを押すと正面のランプがオレンジに点灯します。緑の点灯に変わったら電源オンの状態です。キュアステーションが動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合は、リセットボタンを一度押します。オレンジ点灯、緑点滅、緑点灯の順に変わります。簡単接続、便利なキュアステーションをぜひご活用ください。